はいどうもスパラです。バトルフィールド5やってきます。最近ね、 Amazon プライムに会員登録していると BF5 が無料にもらえるとか、 BF5 ストリーマーカップが開かれるからちょっとやってみたいなっていうやつとか、そういった理由で新規プレイヤーとして始める方が多いと思います。そんな方々に向けて今回はバトルフィールドコンクエストロッテルダムで実況解説動画を撮っていこうと思います。まあ本当にね、新規のために撮ったから、ちょっとね、上級者プレイヤーからしたらもう飽きるような内容になるかもしれないんですが、まあそこはご了承くださいよと。まず一体コンクエストモードは一体何ぞやとと言いますと、拠点を取り合うモードです。この拠点ってのはこの上に書いてある ABCDE と記載されてるこのローマ字の拠点を取りに行くモード。青色が今自分たちが取ってる拠点で、赤色が敵が取っているチームの拠点ですね。だからこれをね、過半数取るとどんどん上にあるチケット数ってのが減る。このチケット数ってのはいわゆる残機、これの残機がゼロになったら敗北しますわ。ってことでまず D ポイント取りに行きたい。でこれ味方がね入ろうとしてるから、これ同時に入ろう。よし行こう。これでね、若干 D ポイント敵に入ってる。これもね、前回ブレイクスルーで説明した通り、若干赤色になっていたらこれ敵が入っているよってことなんだけど、もうこれ完全にゲージがなくなったから、この D ポイント内には敵は入っていないが、この赤色状態になってる時は外周から敵がリスポーンするから、あ、ほら入ってきた。外周から湧いてきて、これ入ってきてんね。あれ？どういった？OK、倒した。あっぶな。抜けられるとこだった。で、これで赤色がなくなれば、もう敵はリスポーンできない。OK。で、これでね、D ポイント周辺からリスポーンできなくなるけど、ギリギリ入ってきたね。どこだ一体？下か。で、これでもう青色で完全にゲージもなくなっているため、もうリスポーンはしないんだけど、味方がやられてる。これもしかしたらね、E側から来てるかも。これ倒した。ちょっと下側でやられてたからね、廊下から来るかなと思って今エイムを置きましたわ。ってことでこれもう完全に D ポイントは制圧だね。ただ近くにある B 拠点とか E 拠点は敵に取られてるんで、そっから敵が湧いてくる可能性がある。で、戦車もここで停滞してるからね、そっからね、歩兵が湧いてくる可能性もあるから、早いところ破壊しておきたいんだけど、勝てえな。戦車硬いよ。で、今俺が使ってる陛下が突撃兵っていう陛下で、もうこれは完全に戦車をぶっ壊す専門のガジェットを持った陛下なんでね、戦車ぶち壊したい時はぜひともこれを使ってください。まあ要するによ、コンクエストっていうのは赤色になっている拠点を青色にしに行くモード。青色になった拠点から味方を沸かすこともできるからね、もうどんどん拠点を取りに行って、そしてキルを取りに行くっていうモードかな。で、現状 D ポイントがまた敵に取り返されてるんで、逆に取り返しましょう。これ取られちゃうとね、拠点が過半数取られてることになってチケット数がゴリゴリに減るんだよね。それだけは絶対避けたい。ちょっとこのまま侵入しようか。味方も入ってくれてるしね。これね、こっから行くと待たれてそうだから、下から行こう。これ分かった。で、 D ポイント、あ、若干、あ、いや、いいね、味方が倒してくれた。で、これで D ポイントが完全に取られる前、要するに敵の拠点になる前に取ったから、敵はこの D ポイント周辺で湧くことができないと。これ D ポイントが完全に敵側で真っ赤っかで上がっちゃった場合だと、本当に周り警戒しないとどんどんリスポーンしてくるから。ただ今それを警戒するよりかは、まあ、やっぱりちょっと胃もってる奴らを警戒したりとか、あとは B ポイントだけ今真っ赤っかなよね。その真っ赤な拠点から敵が湧いて D ポイントとか C ポイントとか向かってくるから、そういったのを警戒だね。まあ、結構簡単よこのゲーム、他のゲームに比べて。マジで B ポイントから来てるでしょ。で、こいつら倒してこのまま B ポイント側に向かえばいいんやけど、で、上の方を見てもらうと分かるけど E ポイントが取られ始めてるから、もしかしたらまた D ポイント取られちゃうかな、こうやって B 取ってる間に。お、ビーコンだ。これはね、あの石膏兵の出撃ビーコン。ここから敵が湧いてくる。で、空いたところにダイナマイト置いて、湧いてきた瞬間に倒すのがちょっと気持ちいいんですわ。ってことで分かった。あとこれ湧いてきたか。いや、湧いてきてない。マジか。ってことはその階段裏にいる可能性。ナイスカット、いいね。で、 D ポイントこれ取られてる状況だから、あー、いるね、やっぱり。ほら湧いてきた。この赤色の状態だとああやって外周から敵がリスポーンしてくるから、外周警戒目でエイムを置いとくとキルが取れますよっていうのがこのゲーム。なんかルイスガンチーターいたっぽいけど粛清されたらしい。ありがとう運営、これで平和なサーバーで遊べる。で、チケット数もそんなに差がないから、まあ、こっからみんなで GG を作り上げていこうということで、
まあ、やっぱりね、公式サーバーは正味チーターだらけです。なんで始めたての人は必ずコミュニティサーバーで遊びましょう。公式サーバーで遊ぶ際は自己責任でお願いします。俺ずっとそれ言ってるから。マジでコミュニティサーバーが一番平和。ちょっと分かった、ちょっと分かった。あ、多いな D ポイント。見てこの赤ゲージ、俺らが入ってもこの数よ。でやっと半分になったわ。で味方も合流してくれてるから、これどん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 前進んで敵を倒そう。これ上か、上側に隠れてるやつあるね。どこだ、あれ、あー、ナイスナイス、いいね。さすがお強い方が一人味方におるからね、無双してくれてる。で D ポイント入ってきた。これはまあ、やっぱり外周から湧いてくるんよ。 OK、 分かった。まだ入ってくる、左じゃないか。あー、しまったね、グレネードが放り込まれた。こういう時はグレネードを投げ返せる。このゲームはね、グレネードを投げ返せるんで、ぜひとも飛んできたグレネードはみんないい気をして投げてね。これ分かった。分隊長が E ポイントに指示を出しているということで、我々分隊員も共に E 拠点に向かいましょう。よし、このままね、旗をね、カウン数取っちゃって勝利していこう。この中間地点がね、怖いんだよな。ずっとね、バトってる。負ける？その柱裏一丁、クリアリングバッカー19ダメージ。もう一個、これ死ぬっしょ。あれ、あー、味方やったから、ナイスナイス。あと、やばい、一つばかりされてる。危ねえ危ねえ戦車破壊されるとこだった。でこれでもうこのまま裏取りしちゃって E ポイント行きたいところではあるんだが、足音が聞こえる。あと、やべ、あー、マジか。そしてこれ死んだらね、取ってる拠点からリスポーンできるから、青色になっている間は拠点からリスポーンできます。だから本当拠点取る意味あるんよ。いや、入ってきた。ちょっと守ろう D ポイント。うわ、多すぎ。エイムしんどる、エイムしんどる。ナイスカバー、いいキルアシスト。どうしようかな、このまま防衛してもいい気がする。おー、すげえ来てる、味方の増援来たり。このぐらいいそうだな。こういった時はダイナマイトクリアに行く。あれ、ダメージ食らわない。右か、これ絶対蘇生スモークっしょ。普通に見えてる。なんか謎に若干だが、スモークが今薄れてたな。これで D ポイント階段上いそう。これ足音めっちゃ鳴ってる。橋上か、鉄の音。おい、次いる、いいヘッドショット、素晴らしい。でこれ若干足音鳴ってるから、無理に行かずちょっと待つ。これ蘇生スモークだね。こういった時はダイナマイト50ダメか。ワンキル、OK、 かなりエイムは頑張ったけど、ただもうこれ橋の上で足音がしないんだめ。もうこれ隊長に敵兵殲滅しましたって言えばいい。ちなみに今回ね、ずっと D ポイント、E ポイント行き来してるんだけど、まあ、この立ち回りでも全然いい。しかも、まあ、A ポイント行ってもいいし、C ポイント行ってもいい。どの拠点行ってもいい。ただ、俺らは、マップの端っこから端っこまで、移動するのがちょっとめんどくさいから、ずっと E ポイントと D ポイント行き来してるだけ。チーム全体でずっと拠点回るのもいいし、まあ、分隊ごとに動くのも全然よしだから。もう何でもいい。もう拠点を取るんだったら、どんな動き方しても OK ってわけよ。めっちゃいるくね、 ED 感。こいつは倒したいな。いやー、一体、あー、ロケット飛んできた。その裏いんのか。こういう時はダイナマイトクリアニングよ。あ、ダメージ食らわない。で、ちょっと蘇生するわ。ちなみにね、これは分隊員同士なら誰でも蘇生できるから。で、衛星兵はチーム全員。今これ上から足音聞こえたから倒しに行きたいな。これ真上か、いっちゃん上行ってそうだな、これ。よし、エイム頑張ってる。じゃあ、あいつ倒したい。いや、知らない、マジか。途中で回復したか。ちょっとね、あの戦車も潰してんだよな、近いし。で、火吹いてる。おいしい、めっちゃおいしい。これ、かなり接戦通過 GG っすね。273対235。なんだこれ、チーター消えた瞬間に神ゲーか。え、何その神グレ、怖すぎ。タイミング良すぎない？今俺が入ろうとした瞬間に飛んできたんだけど。未来予知超えてるわそれ。ちょ、これ D ポイントこのまま取りたい。なんだそれ、中央に敵いた。さあ、もうこれはいいね。 D ポイントこれで完全確保かな。もうコンクエストでね、解説することがねえんだよなってことで、
どうしようかな。もう自分が意識してる考えちょっと喋っていくか。まあ、とりあえず広いところにはあまり出ないようにしてる。ちょっとね、どうしてもね、暗い性格してるから暗いところが好きなんよっていうのもあるんやけど、瓦礫が近いとね、何か撃たれた時にすぐ隠れれるから、それを常に意識してる。で、今上から銃撃ってるやついたから、そいつを倒しに行きます。上は重要。あ、ケツでかいやつおるんやけど。あのね、ヒップサイズにお困りの方はね、あの角待ちすると死ぬんで、みんな気をつけてください。あとはね、突撃兵使ってる時はちょっと衛星兵の後ろぐらいで戦うようにはしてるわ。まあ、前詰める時はちゃんと前詰めるけど、ただ自己ヒールを持ってないんだよ。回復パックもらったらその分回復できるけど、衛星兵みたいに一生回復できるわけではないから。衛星兵はね、突撃兵より突撃するから、こういう時は爆風ダメージを与えていくスタイルで、Dポイント若干いるから、これは、あー、でもそのスモーク神、これで前詰めれる。そう、こういうスモークもたけれるところが衛星兵の強さだから、衛星兵を極めると味方から助かるっていう気持ちになる。ああやって打ち合い巻きそうになったら俺すぐ隠れるから、それが意識してることかな。そんなに俺も打ち合いが強いわけじゃないから、こうやってビビり散らかしながらね、遮蔽物使って戦うから。 OK、 今さっき打ち合ったやつがね、これで下がるから、あそこでダウンしてるってことはワンチャン衛星兵で回復される可能性、回復じゃねえわ、蘇生される可能性があるから、ちょっと定期的に見る。ほらほら。これあのね、 BF1 からずっと俺やってるから、ダウンしたところをちょっと見てるとね、ああやって蘇生しだすから。 OK、 いいねいいね、これはね、キルつながってるよ。で、これで D ポイントを完全に取っちゃって、ただ橋上味方がやられてるから、ちょっと橋上が怖いんだよね。なんかいたわ、怖すぎ。下か、これ足音。味方が上でやられてる。で、ピンも刺してるから結構近かった。で、これでもう完全にクリアかな。 D ポイントを取ってあげたい。味方の戦車もいるからね、安心安全の修理場を。え、倒しきれんかった。これ倒した。ちょっとたまにね、打ちやめちゃうんだよな、この癖。下戦ってる、負ける。おい、続ける。で、それは蘇生してあげたい。 D 取っちゃう。 D 取って一気に点差作ろう。点差がね、まだ60しかないからさ、心配でしかない。お、ナイス戦車。ありがとう。で、これでいいね、いいね、いいね。じゃあ若干残ってる。なんか、どこだこれ。全然気づかなかった、ごめん。俺のクリアリングミスだわ。クリアリングしないとああいう稼働を置くことにいるからね、みんな気をつけよう。で、まだ赤色マークだから周り警戒。ワンキル。あれ、蘇生されんだろうな、絶対。あ、ほら、適当打ち。お、当たった。おい、倒した。あのね、死体このぐらいかなーってところにね、撃つと倒せるからね、たまに。いいね、よし、これ D ポイント確保と。はい、ということで、お疲れ様でした。マジで GG だったわ。こんな感じにね、コンクエストってモード、ブレイクスルーと並んで、初心者におすすめのモードなんで、ぜひとも皆さんも遊んでみてください。意識することは拠点を取ること。そうすることによって自然とキルも伸びると思うんで、ぜひともやってみてください。ということで、お疲れ様でした。バイバイ。